本日のバラ、最初はエドワール・マネです。これは大人気のペインターシリーズですね。あのデルバールのすごい絞りの入った個性的なバラが、いろんな画家さんの名前でいろんな色の組み合わせの絞りですねで出てるんですけれども、そのうちのエドワール・マネです。この子は一昨年の夏にバラの家の夏のセールで春の新内価格で購入して、で去年1年ピンチして今年初めて咲かせてみました。香りもいいですよ。で、あのまあ中古、私の基準では中古ぐらいですかね。すごいこうやって見るとストライプ模様にも見えて可愛いですね。この絶妙な黄色も入っているところが、こういう微妙に黄色が入ってきたりするのが、もう服飾系好きにはたまらないですね。なんかあのお菓子の飴の包み紙とか、そういうデザインみたいに見えて可愛いです。でほとんどまだ咲きかけでつぼみだったりして、よくわからなかったらごめんなさいね。明日ちょっと大雨みたいなので、念のために今のうち取っとこうかなと思いました。あと私自身は結構こういう満開一歩手前の感じが一番好きなんですよね。なんか一番ワクワクするタイミングというかなので、あの一番好きなんですね。この子かなりポップで可愛いですよね。すごく気に入りました。この子は今年初めて咲かせてみたので、これから秋まで1年間どんな感じで咲いていくかご報告できたらなと思います。はい、次はこの子です。アンヌ・マリード・モントラベルオールドローズ。あまりこう意図しなくてもふわっとこんな感じで咲いてくれて可愛いです。なんか花瓶に生けてあるみたい、お花を生けた感じにふわっと咲いてくれて可愛いですね。オールドローズってものすごく強いですし、あのあんまり手をかけずに楽しめて、私好き、大好きなんですけれども、あの結構春1回だけとか、春にちょっと返り咲くとか、その程度の子が多いと思うんですよね。でこの子は確か四季咲き性が強かったと思います。で香りも中高って書いてあるんですけれども、実際にはそんなにわからないかな。私だったら微香って書いちゃいます。でも中高なんだそうです。でこの子木立性のバラで、何も支柱とかしなくてもこんな感じでまとまるので、花壇で草花みたいな感じでも使えそうですよね。丈夫だしすごくおすすめです。でこういう小花が咲く系の丈夫なバラ、小花がたくさん咲いて使い勝手がいいので、いろんなの持ってるんですね。これからご紹介していくの楽しみです。はい、こちらのバラは木村拓則先生のキルケですね。ハマキムシにやられちゃって、上の方にしかお花が咲かせられなかったんですけれども、可愛いですよね。で香りが強香って書いてあったんですけれども、ちょっと私的には分からなかったですね。中高ぐらいな気がします。
で、結構丈夫で、お花持ちもいいと思います。こちらの白く色が抜けちゃったお花が結構数日咲いてます。で、こちらの、内側ピンクが濃い子が、まあ、咲いてそんなに日数が経ってない感じの、だんだん色が抜けていく感じですね。で、お花を近づけるといい香りがします。で、今年ハマキムシに食べられちゃって、上の方にしかつぼみがないんですけれども、上から見るとこんな感じです。まだつぼみもたくさんあるので、これから楽しもうと思います。